こんばんは、元男の子の青木かのんです。今日はですね、視聴者さんにとある質問をいただいたので、化粧しながらお答えしていこうと思います。それはこちら、かのんちゃんはなんで動画内で全然笑顔を見せないの、とのことなんですけども、ちょっといろいろな複雑な事情があって、私笑顔ができないんですよ。今笑ってるんですけども、もうこれ私の最大の笑顔なんですね。それに関して去年ですね、一回動画出してるんですね。去年の動画って、新しく私のチャンネルを登録してくれた方全員が見ると限らないじゃないですか。新しい登録者さんは、かのんちゃんってなんで動画内で全然笑わないのっていうか、なんか顔の動きぎこちなくねみたいな、おかしいよねって思われるから、多分そういうコメントちょこちょこいただくんで、そうですね、またお答えしたいんですけども、去年と同じ内容の動画出しても意味ないと思うんで、笑顔ができない病気といいますか、それに打ち勝つためにやっている壮絶な努力を皆さんにお伝えします。去年の動画見てくださった方だったら、もうそんなの聞き飽きたよみたいなことになると思うんですけども、ちょっと新しい要素を追加してますので、もう一回見ていただけると嬉しいんですけども、まずじゃあちょっとニベア塗ります。保湿しなきゃ。塗り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 。笑顔が私できないんですよ。ふざけて言ってるように思われるかもしれないですけども、真面目に私本当に辛くて、 YouTuber としてもう致命的だなと思ってるんですよ。笑顔にしないと見ている視聴者さんってすごい不快になるというか、なんか楽しくないなってなるじゃないですか。やっぱり YouTuber として楽しい動画を出したいし、もう結論から言うと、私って顔の神経がぶっ壊れてるんですよ。まあ、それもちょっと後で話していくんですけども、ぶっ壊れた理由は、笑おうとするとこんな感じになっちゃうんですよ。それが如実に出てる映像がありますので、ちょっとご覧ください。どうぞ。一番嬉しいと思います。どうです、やばくない？これって私別にやりたくてやってるわけじゃないんですけども、勝手に変顔になっちゃうんですよ。やばいよね。ちなみにこの映像って2014年ぐらいの頃だったんですけども、その頃に会っていた初対面の人から、あれ、カノンさん、なんで変顔してくんのみたいな感じで、ちょっとオブラートに包んだ感じでよく言われてまして、私としては、いやいや変顔してないよって、私可愛いでしょみたいな、そんな風に思ってたんですけども、そう、変顔してたんですよ。じゃあ今なんでお前は変顔してないのってことになるじゃないですか。それは簡単です。笑わないようにしたからですよ。何言ってんだお前。でここまでの会話は去年の動画とほぼ同じです。もうテンプレに沿って話してるんですけども、この動画初めて見る方もいるから、もう少しちょっと前回の動画のおさらいさせてください。その後にまた新たな様子話しますので、前回の動画見てくださった方はもう少し待ってください。そもそも、じゃあなんでこんな風になっちゃうのってことなんですけども、私昔出っ歯だったんですよ。19歳まで出っ歯として生きてきて、20歳になった瞬間に出っ歯を卒業したんですね。どういうことかっていうと、出っ歯って普通歯の形状が、まあ、普通の人だったらこうだけども、出っ歯の人ってこうなってるじゃないですか。こうなってるか、横から見たらこうなるでしょ。でも私の場合って別にこういう出っ歯じゃなくてこうだったんですよ。普通の正面から見たら全然出っ歯じゃないじゃんって言われるかもしれないですけども、私の場合は歯茎ごとダーンって出てたんですよ。今笑えてる、笑えてる、嬉しい。こう歯茎ごと出ちゃってるとどうなるかっていうと、普通のああいうみんながやるような歯科矯正のそのワイヤーでは治らないんですよね。歯茎の骨を切らなきゃいけないっていう手術をしないと、私の場合は出っ歯を卒業できないわけですよ。なので今こうやって横から見てる状態ですよね。歯茎が出てる私の横顔、ここですよ。ここだるま落としみたいに、ここをカコーンって切ってカチャって後ろに引っ込めるの。前から見たらこうでしょ。それをカチャって後ろに引っ込めるんですよ、歯茎ごと。それをやったことで、私は理想の口元、出っ歯を卒業することできたんで満足してたんですけども、一つですね、落とし穴がありました。今のこの口の動きもやばいっしょ。これもある意味後遺症なんですけども、実はその手術で私は口元のこの辺の神経を損傷しちゃってるんですよ。神経っていうのは重要で、脳がよし、お前今から喋るためには口元のここの筋肉をこうやって上に動かすんだぞって言って、それでみんな動いてるわけですよ、自然と。こうやってウィーンって、それが私の場合もう損傷して、なんかみんなと同じようによし喋れって脳が指令出すとするじゃないですか。そしたらえってなっちゃうんですよ。みんなこうやってあいうえおって言うじゃないですか。あいうえおって私の場合になっちゃうんですよ。本当にこれふざけてるわけじゃないですよ。当時ですね、私2014年の頃ってあんまり気づいてなかったんですよ、自分のこの顔の変な動き。そこでどうやって気づいたかっていうと、それが YouTube なの。 YouTube やってて自分の動画を自分で編集するわけじゃないですか。そこで気づいたの。なんだこの顔の動きは。いや、やばいでしょ。なんかおかしいんですよ。
その気づいた後に私がじゃあ次何をしたかっていうと、常に無理やり思いっきり口をこうやって引っ張れば別になんかこうなんないよねみたいな。なので当時の動画って目だけ笑ってないんですよ。目だけ笑わずに今日はこちらをやっていきます、うはは、みたいな感じ。だから怖いんですよね。でなんで目が笑わないかっていうと、ここが曲がらないように私必死なの、もう全力なんですよ。もう目なんて意識してらんねえよーってなって、もうここだけもう全力全神経ここに研ぎ澄ませて動画撮ったんですね。なので当時の動画ってここ全力こうやってやっとけば別にいいんですよ。ただそうすると今度はものすごく体が疲れるの。特にどこが疲れるかっていうと、私の場合ここなんですよ。ここがめちゃくちゃ疲れるんですよ。何の話してんだ私、絶対おかしいよな。他の人には通じない話だからな、私がしてることってなかなか周りにいないもん。なんでかっていうと、私の場合はこっちの神経が損傷してるわけなんですよ。実はですね、私神経損傷してるって言っても右側の神経しか損傷してないんですよ。なのでこっちはもう皆さんと同じように特に意識しなくても普通にスムーズに動くんですよ。でも右は動かないから、私は常に力の配分はこっち7こっち3って感じで喋るの。こっちに力入れなく喋るとこんな感じ、皆さんこんにちは、またどこの子のおかのんですみたいな感じになっちゃうんですよ。ということは私が普通の人と同じように口を動かすためには常に右に7割の力を入れてなきゃいけないの。こうやって常に力入れてるわけですよね。こっちは別に普通に動くから、こっちは全然動くんで、こうやって喋るためには今私は7割入ってます。でそこまでは全然いいじゃないですか。ただこの常に右側に7割の力を入れる代償がありまして、体の右半身に負傷をきたすっていうことなんですよ。笑ってますけど私めちゃくちゃ辛いんですよ本当に。何の負傷をきたすかっていうと、この皮膚を無理やりグッて上げてるわけじゃないですか。そうしないとおかしくなっちゃうから。なのでここ、この顎関節、右の首と右の肩がもう激痛なの、常に。本当に激痛で、なんかマッサージ通わないともうきつくなってくるみたいな。動画とかでこうトーク動画撮るじゃないですか。その時動画の前半は私笑顔で入れられるんですよ。序盤まあだいたい 2,3 分かな、皆さんこんにちは、元男の子の青木かのんですみたいな。動画の後半になるにつれてこっちがスタミナ切れしていくの。そうすると動画の後半って私の表情ってだんだんこうこわばってくるんですよ。こっちはカチコチになっちゃってるから、こわばってて、こわばるプラス目もなんか笑えなくなってくるの。もう辛くてめちゃくちゃ辛いんですよ。喋ると私は疲れちゃうんですよ、もう肉体的に精神的じゃないですよ、肉体的にめちゃめちゃ疲れちゃうので。肉体的に疲れちゃうから、私は別にその動画が楽しくないとかそういう理由で無表情になってるんじゃなくて、なんかもう体力的にうわーってなっちゃってるんですね。なので笑えない状況にいつも陥るってことなんですけども、ずっと終始笑顔でいれる場合もあるんですよ。人ってなんか体の使い方って毎日毎日違うと思うんですよね。例えばボーリング行った時とか、あれなんか今日はすごい最後まで疲れずにできたみたいな、でも先週はなんか2ゲーム目ぐらいでもう体がバチちゃったんだけどなんでだろうみたいな時ありません？それと同じで体のその筋肉を入れる場所とかタイミングとかをずらすことでなんか疲労する具合を軽減させることができるんですよ。ここ最近ですね、また私はそのここの症状がひどくなったんでずっと研究してるんですよ。いかに無表情にならないで喋り続けられるかっていう。じゃあお前は何を編み出したんだってことになると思うんですけども、まず1つ目、喋る直前に口元のここを思いっきりってやるんですよ。これをポンってやるとなんかここに力入れなくてもこうやって喋ることができるんですよ。今日はこちらをやっていきます、なんかすごい自然じゃない？さっきは今日はこちらをやっていきます、これもう不自然なんですよ。ずっとここに力入れとけば普段の力よりも楽に動かせるようになるってことですよ。パート2、それは常にここに力入れるんですよ。ここに力、ここいって、何やってんだろうな。ほらここに力入ってますよ。ここ顎がね、顎がこうやってクイーンってなってるでしょ。1つ目のポイントと2つ目のポイントを比較していきましょう。じゃあまず1つ目ってやって、あ、そうなんだ、お、いいね、お、へえ、楽しそうじゃん。次2つ目、力入れながら、あ、そうなんだ、あ、いいね、楽しそうじゃん。ポップコーンに何？あ、ディズニーね。はい、どうでしょうか、どっちがいいですか。実はちょっと伝え忘れたことあったんですけども、たまにですね、右耳が
すごいこもった感じっていうんですか、突発性難聴とは違うのかな。トンネルとか入ったりすると耳がいきなりキュッとこうなんか詰まった感じになったりしません？頭の中で音がめっちゃ響くみたいな。それが私右でなるんですよ。この使いまくるとこっちの筋肉をなっちゃうんですよね。聞こえなくなるっていうかこもった感じに。それが結構辛いとこではありますね。ポイント2つまでかな、何個かって言ったと思うんですけども、それ以外は、まあ、常にここにこうやって力入れるってことで話したし、なんとかこれでやっていけそうかな。まだこれ完全に実施してないんで、やっぱここ最近もその喋ることにすごい疲れちゃってて、もうここがあの精神的にきついんじゃなくて、もうここがきついから、もう動画撮るのもちょっと辛くなっちゃった時期だったんですよ、ここ最近。ということでメイクは完成しました、イエイ。これからですね、少しずつこうやって自分が笑っていきやすいポイントを探しながら、なるべくですね無表情にならずに動画を撮れるよう頑張っていきますので、これからも顔面神経損傷した青木かのんよろしくお願いします。肩書きやばすぎるなと思ってるんですけども、頑張っていきますよ。今回の動画が少しでも楽しいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。